プーチン大統領に新任状を法定するボバディジャ大使は永久総統に新任状を法定するボバディジャ大使マルシアル・ボバディジャ・ギジェムはパラグアイの外交官大使アスンシオン出身1976年アスンシオン国立大学を卒業1979年6月1日より在アメリカ合衆国パラグアイ大使館で初めての在外勤務 1980年3月18日、在米大使館の二等書記官に昇格。1986年6月10日、在米大使館の一等書記官に昇格。1988年から1990年にかけて在米州気候臨時代表を務める。1991年12月から1993年3月にかけて在米州気候代表を務める。 1993年から1997年にかけて、根唱勤務。1997年2月17日より、在ロシアパラグアイ大使館で、臨時代理大使。1999年8月28日より、在ドイツパラグアイ大使館で講師。2003年5月から9月にかけて、在米大使館で講師として、商務担当。 2003年から2005年にかけて、本省勤務。2005年11月8日、在ロシアパラグアイ大使として、モスクワのクレムリンで、ウラジーミル・プーチン大統領に新任状を法定した。在ロシア大使として駐殺している期間に、非常中の在アゼルバイジャン大使、在アルメニア大使、在ウズベキスタン大使、在カザフスタン大使、在ベラルーシ大使も兼任していた。 2012年6月より、本省勤務。2013年8月1日、在中華民国パラグアイ大使として、台北の中華民国総統府で、馬英九総統に新任状を法定した。2020年12月11日、ボバディジャ大使は、離任にあたって、中華民国とパラグアイの友好関係に貢献した功績を称えられ、 再英文総統に代わって、ゴツと無償外交部長より大受刑成勲章を受賞した。ありがとうございます。